ストラリアで働いてた時にですね、知らぬいっていうレストラン、はい、じゃあ今回はですね、このスーパーのお得のお刺身をですね、ちょっと使って、ちょっと和食っぽいことをちょっとやろうかなと思います。ただ、これは、ですね、今回はちょっとカツラムキとかが入ってるんですけど、カツラムキもですね、過去動画で上げてる、主婦でもできるってやつがあるんで、カツラムキできない人は、こういうですね、このピーラーを使って、大根とかですね、こういう大根、長いやつをこう、ぐーっとされたら、全然代用は効くんでですね、ぜひ挑戦してみてください。はい、お得用ですね、4点盛り、なんだろう、タイカンパチかな、タイカンパチマグロサーモン、これをですね使っていきます。580円、安いですよね。1品ぐらいできるかな。じゃあちょっとやっていきます。これもですね、全部バラしていきます。バラしてからちょっと塩を振ってですね、脱水させるっていうやり方もあるんですけど、もう今回はですね、もうこのまんまやっていきます。はい、じゃあ刺身を全部バラしていきます。大葉もですね、ちょっと水につけたら元気になるんで、 できるだけこのあしらいを綺麗に取ってもらって、はい、ちょっとこんな感じでやっていこうかなと思います。で、今回はですね、ちょっとこの大根の剣ももったいないので、ちょっとこれも使えたらなとは思ってるんですけど、この大根の剣はですね、バラす場合はちょっと水でさらすか、ザルでですね、はい、こんな感じのザルに入れてもらって、ちょっと水でですね、ささっとちょっとさらしてください。そしたらまたシャキッと戻る部分は戻るので、これでちょっと水でさらしていきます。はい、大根の剣はですね、ちょっと水でさらしてからちょっと揚げとけばまたシャキッとなるんで、これを使っていきます。じゃあ今回はこの大根の剣とこちらの刺身のバラしたやつを使って薪を作っていきます。はい、さっきも言ったんですけど、このカツラムキできない方はですね、こういう家庭用キャベツピーラーっていうのがあるんで、これでこう縦にこう大根をこうしたらですね、大根もカツラムキみたいにむけるんで、そちらでやられてください。ちょっとカツラムキの動画はもう過去で何本も上げてるんで、ちょっとあまり説明はいらないと思うんですけど、基本、左側を回して包丁をですね、包丁をこう当てて、まっすぐ当てた状態でですね、最初はこの皮を剥いていきます。やっぱ家庭用の包丁はしにくいですね。ちょっとこう厚めに皮をこんな感じで、で皮もですね、干したり刻んだりとかしてなんかいろいろ使えるんで、皮も使ってください。何でもそうなんですけど、基本が一番大事っていうぐらいなんですけど、カツラムキが基本じゃなくて、この一番最初のですね、円形がすごい重要になってくるんで、最初にですね、丸くなければどんどんいびつになっていくんですよね。修正ができればいいんですけど、で最初はですね、丸を意識して、これも左手をこうグッとですね、好みにはよるんですけど、ちょっと厚めでも別に構わないです。今回は巻くんでですね、そんな薄っぺらい大根よりも少し厚みがあった方がいいかなと思います。で、この厚さが違うと食感が変わってくるんで、薄いのが好きっていう人はですね、ちょっと頑張って薄く剥いてください。これも左手ですね、左手でこう大根をこう流してやる感じでゆっくりされたら、包丁が動いているとき左手も動かす、包丁が止まっているときは左手も動かさないでください。こんな感じでですね、ちょっと厚めのカツラムキを用意します。で、大根どうしてもちょっと匂いがあるんで、これちょっと水でこの後ささっと洗います。洗って拭き上げます。とりあえずこのくらい使いますね。はい、じゃあ切ります。じゃあこちらの方の大根はですね、ちょっと水で洗います。はい、次にですね、きゅうりはですね、こっちの頭の方を使います。なんでかって言ったら頭の方が大きいんで、ちょっと頭の方を使います。よくですね、お店では刺身の端くれですかね、よく刺身で引いた後にですね、クズとかが出るんで、まあ、クズでしない方もおられるんですけど、ちょっと包丁を変えていいですか。はい、
ちょっと包丁買います。ごめんなさい、ちょっとやりにくかったです、研いでない。はい、ですね、刺身でこう巻くやり方でですね、これは自分はですねすごい印象深かったのが、ちょっとオーストラリアで働いてた時にですね、知らぬいっていうレストラン、すごいもう忙しい寿司屋さんでですね、西倉さんって言ってですね、自分の兄さんになるんですけど、親方ですね、すっごいこれでですね、刺身のちょっと一点盛りというかですね、刺身でよくこれを作られててですね、すごい綺麗にですね作られるんですよ。よくキュウリ、向こうは大根が結構貴重品だったんで、大きなキュウリとか中にですねネギとか一味とか入れてですね、それで巻かれてて、パッパッパッとすごい手際よく作られてたのがすごい印象深くて、それでこれいいなーっていうのがあってですね、ちょっとこのキュウリはですね、かつらむきできなかったら、ちょっとピーラーで剥いたらですね、薄く幅がないんで、ちょっと巻くのは難しくはなるんですけど、何枚も重ねてですねできないことはないので、かつらむきできないからって言ってこう諦めずにですね、なんかいろいろ工夫しながら楽しみながら、こういうのはやられるといいと思います。キュウリもですね、最近のキュウリはもう全然苦くないんで、ちょっとラッパになってしまいましたけど、はい、これでですね、この皮の部分、ここら辺から切ります。はい、こっちの部分はもう今回は使わないです。はい、じゃあこちらのですね、キュウリの方もちょっと水でさらしてちょっと拭いていきます。はい、そうしたらですね、この大根、これ水でさらしてちょっと拭いたやつです。水に入れっぱなしだとどうしてもシャキシャキなりすぎるんで、でこれさっきあった大葉ですね、大葉とこれはマグロかな、マグロを入れて、でこの剣を巻き寿司みたいにしていきます。はい、これでですね、手で親指でこうして中をこう押さえるじゃないですか、押さえてちょっとグッとしてですね、この中にこうこっちをグッとしながら、こうギュッと力をちょっとある程度入れて巻きます。これでですね、くるくるっと巻いて、で横をですねこう指でこうはみ出を押さえてもらって、はい、これですね、でちょっと端っこをちょっと切ってもらって、はい、こんな感じでできます。後で切っていきます。はい、じゃあ次にですね、じゃサーモンいってみましょうか。サーモン、こう白なんで、白赤とか白オレンジとかいいですね。はい、じゃあこっちの方も大葉を入れて、はい、じゃあサーモンの方ですね、ちょっとアクセントでこの一味唐辛子をちょっと振ります。これマヨネーズとかでもすごい面白いかなと思います。特にこれって決まってないんで、なんかいろいろですねこう好きなのを試してみてください。はい、これも一緒ですね、親指でこう上げて中をですね指でこうグッと押さえた状態で、手前にグッと、その状態でですねこうグッと巻いて、ここでグッと巻いてやります。ある程度強くですね、でこれでこうやって巻いていきます。あとは横をですね手でこう押さえてやって、はい、これで 2品できました。はい、じゃあ大葉を敷いて、ちょっとですねカンパチがちょっと血合いの方がちょっと色があれだったんで、血合いの方をちょっと削ります。削ったのは削ったので、なんか違うのに使ってもらえればですね。はい、じゃあですね、中に好きな具材をこう入れて、なんか彩りが綺麗になったらすごい面白いかなとは思います。ちょっとサーモンも入れましょうか。サーモンですね。
はい、これがサーモンを入れてこんな感じでですね巻いて、これはちょっと大きめにいきましょうか。こんな感じで、はい、これも一緒ですね。こっち親指をこうして手でこうグッと奥にして締めてですね、これでギュッギュッギュッと締めながら巻いていきます。はい、こんな感じになります。これですね、上から海苔を巻いても面白いです。人参とかですね、人参はちょっと嫌いな人の方が多いのであえてやってないんですけど、きっかけとしてですね、こういうのがありますよっていうことで、こういう風にしたらどうですかっていうあれなんで、あまり深く考えないでぜひぜひやってみてください。はい、じゃあちょっと大根でですね、ちょっと1個飾り切りをしてみます。これはですね、葉っぱもうそのままの葉っぱなんですけど、この軸の部分ですね、普通にこう斜めに切ってもらって、で葉っぱはですね、油炒めとかそういうので使われたらいいと思います。全部斜めに切っていきます。これで唐草もできますんで、唐草も前の動画で多分どこかで揚げてるとは思うんで、もし大根の葉っぱの飾り切り気になるようでしたら、ちょっとなんか探してみてください。はい、はい、ちょっと水につけてたらですね、すごい可愛らしくなるんで、こんな感じでちょっとですね、刺身の横丁にポコッと置いとったら、これだけでも飾り切りになります。こちらはですね、市松の形をしたやつなんですけど、これは切れる包丁でしたらです。ああ、ちょっと見にくいけど、こんな感じ。もうちょっと工夫してください。なんか、ちょっとあまり良い出来ではなかったです。で、端っこ落として、したやつなんですけど、渋い位置ぐらいかな。ちょっと巻きがちょっと甘かったですけど、もうちょっとこう、クッと締めて、こんな感じで。どうでしょうか。面白いかなと思います。今回はちょっとボコボコっと切ってますけど、サーモンもこんな、サーモン綺麗ですね。ほら、こんな感じになります。5貫ぐらいで切れるかな。4つか。ちょっとやっぱ巻きがちょっともうちょっと甘かったですね。もうちょっと締めた方がかっこいい。で、この野菜と魚の間に薄焼き卵とか挟んでも面白いと思います。なんかこう工夫次第でいろいろできるんで、これはもうおすすめです。じゃあこれをちょっと持って行ってみます。はい、こんな感じになりました。はい、こんな感じでですね、すごい可愛らしい刺身になります。ちょっと刺身少し余ったんですけど、どうでしょうか。ちょっとですね、なんか工夫次第ではいろいろできると思います。かつらむきできない方はピーラーでされて、でもうピーラーもちょっとめんどくさいなっていう人は、これ生春巻きの皮でも十分いけると思います。なんか巻くやつがあれば、あと海苔とかでもですね、すごいいいと思うんで、ぜひちょっとご家庭でもですね、なんかお時間あられる時で大丈夫と思うんですけど、ちょっとこれなんか面白いなって思われたら、ちょっとチャンネル登録とグッド評価の方よろしくお願いします。はい、じゃあ今回の動画は以上です。いつもありがとうございます。